行こうか。新聞載った。何やってる？宿題のことなんか今気にするんじゃないよ。杉本普通、またの普通、いいよ宿題なんかやんなくていいよ、免除だよ、一生宿題やんなくていいよ。甲子園でプロ入れしてそんな宿題なんかどうでもいいよマジで。ついに全国制覇だぞ、目前だぞ、集中しろ。中尾、よし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 、校長藤波、行きましょう。さあ来ました、甲子園決勝。藤波くん3年生、ここで勝って綺麗に決めよう。三塁側、大阪代表強豪のと、優勝旗を手にするのはどちらのチームになるでしょうか。さあ決勝戦のプレイボールです。投手力がへこんでいる。ああどこだ、魔物ある、あるぜ。ピッチャーは優しい、むしろ弱い部類かもしれん。決勝でこの、うわ優しい、いける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 、うわすげえやついる。シャーがいけるから普通に点取れるかもな。しかも魔物もある、いけるぞ。ゲームは中盤、どっちもいいのだから分かんねえ。中集中、え、逆のことしてんだけど、流し打ち指示したら引っ張るし、引っ張り指示したら流すし。低めのボール引っ掛けた、パスを掴んだ、一塁送球、あ、惜しい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 、今のちょっとナチュラルエラー欲しかったね。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。したら1点、やるー、よし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 、大事大事大事、あっちあっちあっち、さあ持ち前のくせ者ぶりを発揮するのか。打てるんじゃない、ピッチャーがやっぱりね、名門
って感じじゃないから。もう一点スタンドに入りました。ファール行こうぜ。もう決勝だから。いやこれ4球出してるな。フォアボール、サードのエラー、フォアボール、フォアボール、そうなんだよな。ちなみに君は特有のね、のとここで出る。すごい 赤徳でついてるからね。暗潮もついてるし。 OK、 ついてなかったらマジ完封してんじゃない。って6回表6回表ノーアウト行くか、行くか、行こうか。さあ甲子園の魔物すら味方につけるのか。余るぐらいあるでしょう。来ました。スタンドに入りました。ファール。セーフティーバントだ。ミット弾いた。ピッチャーカバーに入る。記録はキャッチャーのエラー。キャッチャーのエラーです。は、そうなんだよね。7回表の攻撃のあと一例。またあの。どうすっか。西くん一応ショートには入れるのか。中以降って手もあるけど、まあ他にも魔物いいんじゃねえかと思ってたのはあるけど、どうすっかな。ここでもう行くのもありだよな。他にもいるんじゃないか説っていうのをでも取ったら、送りバントで普通に1点で同点もありだな。確定ではないからな。いない可能性も考えてもいいしな。迷うな。早まったかな、今のは。打順的には、新と松内、ちに、行くかな、これは。ある。甲子園の魔物も顔を覗かせそうな場面です。西くんかな。代打は西。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。一塁タッチセーフ。タッチはセーフ。肩89。強いんじゃん。
ー2人を置いて迎えるバッターは杉本。今日は三振とピッチャーゴロ。あっと弾いた、取れない。記録はピッチャーのエラー。ナイスセーブ。球投げてたよね。いける、優勝見えるってきたぞ。ただ絶対的安心ではない。まだできる点差になってきた。すげえ強いね魔物。びっくりマーク、前より強くなってるぐらいまでない。これ宮本魔物なし。ラッキーボーイの本領を発揮することができるか。これこれ、野党なおもチャンスが続きます。あった、アラ君。なんで開発者の言ってた魔物弱体化はどこや。魔物弱体化っては言ってないと思うんだよね。俺は魔物がなくても能力で打てるよって言ってた気がする。アウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって、さてショートね。まだでも安心できねえな。スタミナ上げてある伝令1回使った。ノーアウト守備固め。一つ返されたら嫌だな。フォアボールでもまあいいぞ。Thank you.
目ボール球打ったライト落下点。もげん。抑えていく。三塁ランナー川崎残塁に終わりました。今作エラーの質ひどくない。いや送球エラーがすごいよね、本当。8回裏の守備。ランタン追う展開。のと最後の伝令を送ります。マウンドに選手たちが集まっています。初球打ったセカンド右へのライナー。これでワンアウト、ランナーは一塁。ボールの後臭いところ投げてた。ああそれだったら間違ってるね、俺の投球法と。もう眠いんだよね。これ強い。ツーアウトランナー二塁に変わります。今日2本のヒットを放っている若田。オーケー。から一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、二塁ランナで、いや相手が裏っていうのやだなマジで。抑えろー。スタンドに入りました。パー133球。マジで。コボリボールを取る。アウト。一球一振りに甲子園球場が酔いしれています。スイマーが来ているが、森内くん。あと二人。これは取れない。ウッチョさんスパチャありがとうございます。あと一息頑張ってください。応援しています。ありがとうございます。よかったら応援の高評価チャンネル登録よろしく。あと2人、あと2人。もう寝落としてる場合じゃない。決まる瞬間が今ついに藤波慎太郎が甲子園の優勝をつかみ取ろうとしている。言っても点差はある。一発もろても、怖い。スタンドに入りました。ファール。守備が良ければね、名門ならゲッツー。あと一人。最後三振で決めたいな。投げました。2球目ストライク。1球1球に魂を込めて。最後の1球になるか。藤波ボール。投げました。落ちました。来たー。レフトへの浅いフライになった。レフト使いました。 OK。 この瞬間勝者が決まりました。のとなんと初出場、初優勝で頂点にたどり着きました。今日ついに全国の頂点までたどり着きました。本当に戦いを見せてくれました。やりました。
初出場、初優勝。一台で行ったわ。藤波くん1年生の創立、創立時1年。チャンネル登録、ゴーゴー。いや、長かったね。あと、ドラクエウォークの動画もやったけど。寝れま10、なかなかの長さだった。ありがとうございます。実況担当は堂前英夫で甲子園球場からお伝えしました。高評価345、ありがとうございます。ふぅ。全国制覇トロフィー。